クリスティン・アンベルはアメリカ合衆国の女優。クリステンベルと表記されることもある。ミシガン州デトロイト郊外のハンティントンウッズで生まれる。両親はスコットランド及びポーランド系アメリカ人で、父親のトムはテレビニュースのディレクター、母親のローレライは看護師。両親は彼女が2歳の時に離婚。その後、父親は再婚して二人のイボイモートが誕生する。 母親も再婚し、ジョン・レイモンド、ローラ、マット、ミーガンを生んだ。母親からの遺伝で、右目が弱視である。ベルの話によれば、十分な睡眠を取らないとそれは悪化する。彼女はその右目を、グラグラすると表現している。4歳の時に、ベルは、自分の名前が好きではないと主張した。母親はその名前の代わりにミドルネームの、アンで呼んだ。ベルは、 高校生まで、アニーという名前を使用した。バートンエレメンタリー学校に通っていた。高校進学直前に、彼女の両親は、彼女を公共学校組織から引き離すことを決め、ロイヤルオーク近くのカトリック系の高校に転入した。そこで彼女は、演劇と音楽と学び、オズの魔法使いや、屋根の上のバイオリン弾きなどの舞台に出演。 1998年に卒業した際に、クラス投票により年間の最高のルッキングガールに選ばれた。ベルが17歳の時に、親友のジェニー・デリタが自動車事故で亡くなった。彼女とは、デトロイトコミュニティ演劇の制作をしていた11歳の時に出会った。ベルは、彼女の死が、私のこれまでの人生で起こった最悪の出来事だと語っている。 高校卒業後にニューヨーク大学のティッシュスクール・オブ・ザ・アーツでミュージカル・シアターを学ぶ。大学進学と同時にニューヨーク市に引っ越した。2004年2001年にトム・ソーヤの冒険でブロードウェイデビューを果たす。同年にはプーティタンの俳役で映画デビューする。2004年放送開始のテレビシリーズベロニカ・マーズの主演ベロニカ・マーズ役に抜擢され。 ブレイクする。この作品で、ティーンチョイスアワードなどの候補になり、サターン主演女優賞を受賞する。2006年には、黒沢清監督の、カイロをリメイクした、パルスに主演。2007年には、ヒーローズの出演や同年放送開始の、ゴシップガールのナレーターを務めている。ベルはまた、ブルックリンのエクスペリメンタルロックバンド、衛星ヤーの、マダーレッドの、 ミュージックビデオにも出演している。11歳の頃からベジタリアンであり、ペタから世界でセクシーなベジタリアンに選ばれたこともある。アイスホッケーのデトロイトレッドウィングスのファン。2008年アメリカ合衆国大統領選挙において、彼女は民主党のバラク・オバマを支持した。選挙期間中に女優のラシダ・ジョーンズと共にミズーリにある大学を訪問し、 有権者登録を促すための講演を行った。全米脚本家組合ストライキにおいて彼女は全米脚本家組合の支持を表明し、2007年12月のインタビューで脚本家は若干の公平さを模索していると述べた。2007年に5年間交際をした映画プロデューサーのケビンマンと破局。現在は俳優のダックス・シェパードと交際。 2010年1月に婚約。しかしながら同性愛結婚が合法化されるまでは結婚しないと語っている。二人の間に第一子が生まれることが2012年11月に明らかになった。2013年3月に第一子の女児が生まれ、2014年12月に第二子の女児が生まれた。2015年、チャリティ団体、ヤピエゴからビジョナリーアワードを贈られる。 ありがとうございます。